はようございます。釣り子 TV です。これ、ねえ、エンジンのライク 1.5 フィッシングショーでもね、まあ展示されていて、いつ出るのか、いつ出るのかなんて思っていたら、昨日出てました。ね。で、1個ね、600円っていうことなんだけども、これね、8袋ありますが、久しぶりにルアー全色買い。ね、これはね、房総生まれ、まあ、亀山生まれ、三島育ちって言ったらいいのか、三島生まれ、亀山育ちって言ったらいいのか、ね、本当、自分のよく行く釣り場でテストが繰り返されて、目の前でもよーくね、釣っていたっていうことで、出たらね、買おうなんて思ってたんですけどもね。で、この前、三島でこれ作ったですね、ハブプロと行き合った時も、まあ自分まだ一匹も釣れていない段階で、もう20本くらい釣りましたよなんて言って、本当かななんて思っていたらですね、目の前ででかいバス釣るんですよね。あ、見えバスがいたんで、投げたらすぐね食いましたよなんて言って、何投げてるんですかなんて言ったら、ライクの 1.5 と間もなく出るですね、沈む虫、あれブーンチンっていうのかな、なんかね、そういったテスト中とか販売を控えてるルアーとかなんかを、まあ、テストしていたみたいなんですけども、それでねボコボコに釣ってるんですよね。あー、まあとは言ってもなかなか出ないだろうな、しばらくは出ないだろうななんて思っていたら、釣り具屋さんにいよいよですね並び出したっていうことで、で、まあ一回ね出るとまたね、売り切れちゃうとしばらく買えないなんていうのがね、ありますんで、だいたい今回のこの出荷の分がもうメーカー在庫ないなんて、ツイッターで書いてありましたけども、次一斉に出るのが2020年頃かななんていうふうに、ありましたので、ちょっとね、向こう1年分というかですね、まあ、今年ね、これすごい釣れるってなってから釣り具屋さんでね探したら、もうね、欲しい色がないとか、 あとはねお気に入りになったんだけど、ちょっともう在庫がなくて投げれないなんてことになったら嫌だななんて思ってね、これはですね全色買いっていうことで、でせっかく全色買ったので、一つずつねどんな感じの色味なのかね、見ていきたいなんていうふうに思いますよ。というわけでパッケージはこんな感じね、ライク 1.5 インチっていう感じで、この黒赤でね、透明で見てもあエンジンのワームだななんて分かるようなパッケージしておりますけども、ここがねこうピンク色のこんな感じのステッカーで書いてありまして、でカラー名と書いてあって、まあ後ろはこんな感じということで、じゃあね、早速見ていきたいと思います。まずねライク 1.5 インチのこれはバスチギョってカラーね、こんな感じのカラーリングなんですけど、バスチギョ開けていきますよ。あ、ブリスターパックから1匹脱出を試みているライクがいる。あ、1匹こんな感じ。はい、これがねバスチギョってカラーで、小さいながらツートンカラーになっていて、腹がねこうちょっと紫っぽい感じのパールで、それで背中にグリーンで、あ、細かい仕事してますね。ね、ほんと黒い小さなねこうつぶつぶっていうかね、フレークが入っているね感じの色ですね。わあ綺麗だな。これねバスチギョっていうカラーでございます。このぐらいのね、ほんとね、小さな稚魚がこの後スポーニングが終わって、そしてアフタースポーンに入っていって、でね卵からかえって、まあすごい数のねブラックバスの稚魚がわってね出てくるんだけど、まあ残念ながらね結構食べられちゃうんですよね。あー、まあ共食いっていうのもねあれだけども、
結構ね、その自分たちの種族の子供といえどね、あのブラックバスね、やっぱりお腹が空いているとタイミングによっては、あとはね、まあなんだろう、ストレスが溜まったりすると、まあ例えば自分の産んだね、あの稚魚たちであってもね、食べちゃうこととかってあるんですよね。まあ自然の流れですけども、そういった感じで結構ブラックバスはブラックバス食べちゃうっていうね、衝撃的なこともありますので、そんなタイミングで多分投入したらいいんじゃないかななんていうのが、多分このバス稚魚ね、ブラックバスも小さいみたいな感じをイメージしたカラーリングだと思うんですけども、でね、今回こんな感じでね、台を用意したんで、ここにねちょっとねライク並べてね、ちっちゃいからね、どんな感じかこう並べていこうかななんて思ってまして、まあバス稚魚カラーが、はい、ありまして、で一袋にこの小さな 1.5 ライクは何個入ってるのかな、1234567、8本入りライクはですね、8本入りですね。で、素材感としては、小さくてプリッとしてます。こうお尻の方がピリピリって動くようなね、この小さいんだけどすごいプリッとしていて、こうね、ダウンショットとかライトキャロライナリグで使うのを想定されているっていう感じなんですけども、非常にねプリッとしたこんな感じでございます。これバス稚魚ね。で、あ、お次、あー、これは好きな色味だな、スモークシルバーフレークね、スモークシルバーフレーク開けていきますよ。どんな色かな、スモークシルバーフレーク。これスモークで、まあ、ね、その名の通りシルバーのフレークが入っているよ。でこれも小さな黒いフレークも入ってるのかな、まあシルバーかな、あーシルバーフレーク。この色ね、あのゲイリー山本のシャットシェイプワームとか好きで、よく使うんですけども、シャットシェイプワーム使うときはこんな感じのスモークに、キラキラのラメが入った色ね、ベイトフィッシュを意識してその色を使うことが多いんですけども、そんな感じの色も、ライク 1.5 にありました。これはミドストとかで使うときにいいんじゃないかな、小粒ながら、キラ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 ってね、こう光らせて使いたいときなんかにどうかなってことで、まあここにこれ出したらこれ戻すの大変かな、まあまあいいや、後先は考えずに、並べていきたいと思います、ね、スモークでこうシルバーフレークの入ったこんな色ね、8本入りで佃煮みたいになってきましたよ。はい、どんどんいきますよ。じゃあね、これはグローブラウンって書いてある、グロー、あれ蓄光素材なのかな、グローっていうと蓄光って意味ですよね。おうほ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 う、グローブラウン、基本はこんな感じの、ブラウンで、ソリッドブラックってのがないんですね。エンジンのワーム結構ソリッドブラック用意してくれてることが多かったんですけども、この発色の中には黒色がないので、これが結構ねシルエットくっきりはっきり系になってくるのかな。グローブラウンってことで、ディープに沈めてもしグローが入ってあるんであれば、シルエットははっきりしつつ、そのグロー特有の何か効果が、あるのかなっていう感じですけどね。まあこんな感じのグローブラウンね、ちょっとね、あのシルエットは、まあ濁りが入った時、濁りが入った時にこれ投げるかな、ちょっとまあね、せっかくいっぱい買ったんで春先から積極投入していきたいと思いますけどね。こんな感じの佃煮、まあ佃煮カラーですね、醤油で結構ね煮浸した感じの、美味しそうな色といったらいいのか、グローブラウン。あ、で小さいながらこれね、あの顔の周りもすごいねデザインされてますね、目ん玉とかちゃんとあるんで、本当佃煮みたいね。
1.5 インチでございます。はい、こんな感じで、お次はお次は、あ、これは流行りのカラーじゃないですか、ミミズカラーという感じのね、この紫ソリッドで、まあ、ミミズっぽいカラーっていうかね、これね、近年人気が高まっているカラーですけども、ミミズカラーのライクということで、ミミライクっていうね名前がついてますよ。あ、また一匹脱走したな。はい、これね、ミミライク、これまあちょっと本命カラーの一つになるんじゃないんですかね。まあ遠目でバスが見つけてくれたら、なんか躊躇なく寄ってきて食うなんていう、なんかちょっと魔法がかったようなね、印象のあるミミズ系のカラーなんで、そんなのがこのライクのこのね、食わせのサイズに入っているっていうことで、これはだいぶね、使い出のあるカラーじゃないかな、人気色になるんじゃないかなっていう印象ですが、ライクにもね、このミミズカラーがスタンバイされております。はぁ、出てきたね、これいいなぁ。なんかね、こうそんな小さいワーム使うのっていうね、印象あるかもしれないですけどね、これで去年のエンジンのね、ホームページとかに載ってて、まあ実際にね、ガイドなんかでもよく見かける光景なんですけど、ハブくんね、ほんとね、亀山ダムでね、50アップではなくてもう60アップをね、抑えてるんですよね、釣り方とか狙いどころとかで。実際自分でも釣っているなんていうね、記事ね、ライク 1.5 試していたら60アップ釣れちゃいましたみたいな去年記事があったんですけども、実際にガイドをやっている時にお客さんにね、サイトで見つけてこういう感じで狙うんですよなんて的確なアドバイスをして、そして、お客さんに釣らしてしまうっていうね、亀山ダムでね、60アップって、まあ夢のまた夢っていうかね、すげえなーと思ってね、それの原動力に最近なっているではないかなみたいな、このライクなので、ちょっとね、全部買っておこうと思ってね、買ったわけなんですけども、次がですね、まあミミライクが終わって、シナモンブルーフレーク、あー、これあんまり普段使わない色だな、こんな感じで、なんというかですね、茶色でブルーフレークって書いてあるんですけど、このなんかちょっと遠目で見るとグリーンがかったようなラメに見えるんですが、ですね、これ間違いないようにシナモンブルーフレーク、まあこれもね、人気色っていうことでいいんですかね、普段自分はあんまり使わない色ですけども、ちょっとね、こうなんでいろんな種類の色買ってみたかっていうと、これね、多分サイトフィッシングね、まあ見えバスフラフラーって泳いでいるようなバスに向かってダウンショットとかで投げる使い方が多くなってくるんじゃないかなって思うんですけども、そんな時にね、やっぱ色の変化で反応の違いを見るなんていう使い方もするようになってくるんじゃないかなと思って、まあ、このちょっとキラキラしたラメっぽい色を入れて、興味は引くんだけど口を開くまでには至らないなんていう時にマス針で多分セッティングしてると思うんで、こうちょっとね、こういった色を入れ替えて、それによってバスの反応を見るっていうね、そういう使い方するようになってくるんじゃないかなと思ってね。で、まあ全色買いですね。まあで、引き続きじゃあどんどん見ていきます。じゃあ今度この色いってみますかね。あ、これは結構釣れ線カラーなんじゃないですか。デッドリーワカサギ02ね、デッドリーワカサギって書いてありますけども、これまた使うロットをどうするかですよね。あんまり小さいからといって、柔らかすぎる竿っていうよりは、なんていうか、ちょっとウルトラライトなんだけど先端がちょっと針かけられるように針のあるような、そういった竿で使うようなワームなのかななんて感じますけども、結構ね、
まあちょっとね話が、それていきますけども、三島湖の上流なんかに行った時も先日あのすごい見えバスがいっぱいいて、実際にハブくんがまあもしかしたら虫パターンで釣ってたのかもしれないですけど、ライクで釣ってたのかもしれないんですけども、ちょっとそれはねあの聞けなかったんですけども、で自分も実際にまあライクではないんですけども、三重バス、まあ今エビであるとか、あとはデイスタイルのビローラであるとかでね、投げて、でたまにこう餌空気になったバスがハフって加えるんですけどね、あの柔らかすぎる竿、まあこれ投げやすいからついつい一番柔らかい先端がピロンピロンってね、いう竿でやっていたところ、針がかかんないんですよね。あー、ちょっと針が柔らかいながらも針があって、なんか芯が入ってるというか、魚がこうバッて口開いたらカンってね合わせを入れられるような、なんていうかな、まあ、独特なちょっと張りのある竿でないと、こういった見えバスを見え、まあ、サイトで釣るなんていう時にやりづらいのかなっていうのを久しぶりに感じて、だからこれ投げる時は多分ダウンショットシンカーとかも背負わせているでしょうから、印象よりちょっとノーシンカーをピクピクで使うような竿っていうよりも、ちょっと張りのある竿でね試してみようかななんていう風に、はい、つくだに、はい、出来上がりましたね、考えております。これねすごいね、この色で鳥ワカサギ、これはまあ釣りにかかってるなっていう色ですよね。まあ全部ねあんまり気をてらった、例えばチャートリュースとかそういったカラーがないですよね。こうガチで釣りに行くぞなんていう印象のカラーが多めなのかなと。ここら辺はねやっぱね、なんていうかね、亀山ダムほんといろんなルアーで釣れてくれて、バスの数も多くてね非常に楽しい釣り場ではあるんですけども、なんか釣れるとね全く釣れなくなっちゃったりする時あるんですよね。見えバスがいて、でまあ新しく買ったルアーとかねいろいろ持って行って投入してみたりするんですけど、なんかちょっとでもねずれると本当あれってぐらい食わないような状況があったりして、それでそんな時にねこういったね、亀山生まれのね亀山育ち、三島湖でも育ってるよみたいなね、こういったワームが効いてくるんじゃないかな。はい、でこちらグリーンパンプキン、まああんまりグリーンパンプキンって普段買わないし使うことも自分はねあんまりないんですけども、結構ねこういった水色の時ね、グリーンの濃いね水色の時、水になじませて食わせるよなんていう時は、あのグリーン系のカラー、グリーンパンプキンとかねものすごい効くよなんていう話はねよく聞いていて、でもね実際にねあんまり自分では使っていないので、まあせっかく買ったんだよね、こういったグリーンパンプキンなんていうカラーもですね、ちょっと投入していこうかななんていうふうに思いますよ。勢いでねこのトレイ見つけたからなんとなく始めてみたんですけど、これ何の作業してんのかな、ちょっとね自分でもね並べていてねよくわからなくなってきたんですけども、まあね全部色の比較というかこんな感じだよってね、分かりやすく見えたらいいななんて思ってやっておりますよ。まあ全部ねリアル系の食わせどころのカラーが多いのかななんて思いますので、はいはい、こう並べてね、これねグリーンパンプキン、さあどうでしょうね、釣れそうなカラーしかないですね、なんかねリアル系というか、あーちょっと大人げないぐらい、釣りにかかるぞなんていう時にね、使うカラー群なんではないでしょうか。はい、じゃあね最後ね、あーこれいいな、パールギルって書いてありますけども、これはちょっとどんな色かまず開けてみますね。パールギル、昔ノリーズのシュリルピンとかね、出た頃シュリルピンの4インチとかよく使ってましたけど、その時に好きだった色だな、ノリーズなんかで、最初見かけて、あこれいいなって、それにちょっとねラメがこう赤とかなのかな、ほんとねマイクロなラメが微妙に入ってるんですよね。あこれがパールギルっていうカラーですね。
個人的にはね、大好きな感じのカラーですね、これパールギル。これもね、早速並べていきたいと思いますけども、まあ微妙にね、小さいながらこうちょっとツートンカラーのやつはね、腹と背中ツートンの色なんかで、作られているので、でもね、ミドストとかで使うには本当どう、アジングの針とか使ってね、まあでもアジングの針だとでかいのかかったら曲がっちゃうか、まあまあまあ、そこら辺はいろいろ手持ちの小物を使っていろいろ試してみようかななんて思いますが、はい、こんな感じどうですか。これでね、前色なんか並べ方がねあれなんで、ちょっと待ってくださいね。今一応ね、A 型なんですよ。普段ね、パッケージ開けるのとかね、雑に見えて、こう、まさか、A 型だと。もうダメだ。出したら、色の名前がどれがどれだかちょっとわかんなくなってきたな。はい、できた。こんな感じ。前色ね。あ、こいつ端っこ。はいはい。どうですか。ライクの、あ、このぐらいの角度が見やすいかな。あ、転がってっちゃうんですよね、この後。はい。1.5 インチのライク軍団が出揃いました。で、使いどころなんですけども、サイトね、スポーニングのサイトというわけではなくて、水の色がね綺麗で、でこうフラフラーって泳ぐバスが見える時とか、あと岸際をじーっと見つめて何か餌が来る瞬間を待っているバスを、バスより先に釣り人の方が見つけた時、まあそんな時に、その目の前ではなくてね、ちょっと外れたところにダウンショットとかで入れて、シェイキング等をしてですね、バスに自分から気づかせるって言ったらいいんですかね。そんな感じで、あ、なんか小魚いるなぁなんて、バスが自分で見つけたって錯覚するような攻め方をするとね、がぜんこういうリアルシェイプで小型のやつ、あ、俺が見つけたんだってバスが思っちゃいさえすれば、こっちのもんでもうね、目の色変えてね、ガブってね、食ったりしますんで、まあそういったところで、マス張りのセッティングにはなると思うんですけども、バスの口の中にスポッってね、入った瞬間にカツッとね、合わせていく。そんな釣りで使う、ワームではないかな、なんて思います。いまいちその、バスの居場所が特定できていないとき、ここら辺いるのかな、いないのかな、なんていうときに、ここまで小型サイズのワームを使ってしまうと、ちょっとね、時間が、かかってしまう可能性があるので、まあ、おすすめとしては、なんか、見えてるけど釣れない、見えバスは釣れないなんて言いますけどね。そんなやつに、スポッとね、うまいとこに入れて、口を使わせる。そういった使い方が主になってくるんではないかな、なんていうふうに思います。釣り具屋さんにね、昨日並び出した、まあ、4月の初めにね、出荷して並び出したっていうことだと思うんですけども、結構ね、パッと売り切れてしまうと、エンジンのワームなかなかね、次の生産まで買いづらいなんていうことがあるかもしれないので、釣り具屋さんで見かけたらまずはね、一袋を取ってみて、どうでしょうか。これはね、ほんとね、目の前でやたら開発中からね、よく釣ってる人を見かけたので、自分の方ではね、全色買い、ね、カラーローテーションとか、あとは在庫のストックとかね、何にしても最近ね、釣り場に行くとね、浅いとこにバスがよーく見えるんですよね。で、ビローラ入れてみたり、今エビね、エビシルエットの入れてみたりとか、あとはね、先行の、2インチ入れてみたりとか、いろいろ試してみてるんですけども、どうしてもね、食わない時のトッピングの一つとしてですね、買ってみました。またね、ライトリグで、バッタバタとね、いろんなね、形のバスを仕留めていく、なんていうね、動画も作れたらな、なんて思いますので、でもね、エンジンのこのメーカーの
ホームページから行くことができるエンジンの YouTube チャンネルね、そこを開くとですね、あのハブくんが、まあ、この手のワーム使ってね、めちゃくちゃブラックバス釣ってる、分かりやすい、あでこういうところで投げるんだなんていう動画もいっぱい上がってますんでね、エンジンで、ハブとか入れてね検索すると、いっぱいですね動画出てきますんで、そこら辺なんかも参考にしながら、どうやって使ってこうかななんてやってみたらいいんじゃないかななんていう風に思います。というわけで本日の釣り子 TV はですね、エンジンから新しく出た、いよいよ出たライク 1.5 インチね、これをね全色買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。